最高にして臨んでくるが、私正面から体当たり、鶴田の序盤戦の動きもいいようです。それから1年ぶりの来日、この一番の強敵はなんとか勝ましたけれどもね、はい、ケリーってのは非常にあの逆さ抑え込み、非常にゆつろ、いやーバックドロップにない、ブーブレックスどうだ、成功、世界チャンピオンのギム、今度はリックフレア、バックドロップました、ジャンボ鶴田、今度は離せませんね、山田さん、どんどん行ってますね、ネック、さあダメージを打ってるリックフレンバスター、ロープ越しのブレンバスター、高いヘビー級のタイトルマッチ、バックを取ってブーテーとなります、あーさすが踏ん張った、なんでいくか、ジャンピングリーバットを当たった、鶴田2本目ストレート出した、何もならないですからね、そうですね、どういうような試合内容になりますか、3本勝負ですので、まだやるか、今度はエルボー、ね、まあね、チャンピオンの方もね、はい、あれだけのね大きなダメージを受けながら、まだまだ参ってないですね、はい、ジャンボ鶴田がブリーチで切り返す、まだ力が残っている、今度は逆さんだ、ウルトラシーの、おっと、500人のお客様、デッドリードライブ、なんとしても取り切ります、ジャンボ鶴田の雨あられ、さあ最後の力を振りしまった、おっと、レクブリーカーに攻撃ですね、危うくなりまくるか、リックフレアでやります、世界チャンピオンとしてもこの一本